い、こんにちは。山形県の塩田養鯉場です。明日は第2弾のね、展示即売会を行う予定なんですけども、あいにくのね雨なんですよね。で、今日とね、今日は土曜日で準備なんですけども、明日もね日曜日、山形県はね雨が降る予報が出てますので、昨日ね丸プールの方ね、並べて水を張ったんですけど、急遽ねハウスの中に移動して、ハウスでまあ搭載くらいはね、こちらにね丸プールを並べて、雨にね当たらないように、あ、錦鯉をね展示していきたいと思います。これから急遽ね、外に並べた丸プールをね中にね引っ越ししたいと思います。それではね、ご視聴のほどよろしくお願いします。天気関係なくね、搭載魚の方をね選べると思いますね。まあ明日ね雨の度合いがねどんな感じだかですけども、でお肉とかもね昨日スライスして、これからね味付けしてバーベキューのね準備もしてみたいと思いますね。はい、イノシシのバラ肉をねスライスしていきます。昨日ねバーベキューのね肉をスライスしてね、今日はね、鯉のね、準備をしたいと思います。で、急遽ね雨なので中に設置した丸プールにね行くわけなんですけども、まあ明日のね朝にね準備作業しますのでね、またそれは動画にね撮って別にねまたお伝えしたいなと思います。はい、500円とか1000円くらいでね販売する鯉をね今選んでます。こっちは2000円とか3000円とかね、小さくても綺麗なものをね、ピックアップしてます。あとまだまだね、あとこれから選んで明日のね展示即売会にね向けて、準備しておりますので、2000円とか3000円とか、まあ5000円とかのもねいますけど、値段が分かるところの池に振り分けていきますのでね。明日の展示です。空気入れないと。はい、いっぱいお魚入ってます。今日はねこんな感じで触り程度のね動画を撮影しましたので、明日ね売り出しの動画をねまた撮影して、載せたいと思いますのでね、また引き続きねチャンネル登録のほどねよろしくお願いいたします。それではね、さようなら。